ます。ありがとうございます。本日はありがとうございます。本日はちょい店名古屋座、ご入場いただきまして誠にありがとうございます。まもなく始まります。そんなに固くならずに見ていただいて大丈夫ですが、大丈夫です。そんなにね、格式高い場所ではございませんので、カフェです。ここは歌舞伎カフェ名古屋座でございますので、ご自由にお楽しみいただいて構いません。どうぞ、皆様ですね、これからお見せする名古屋歌舞伎、名古屋歌舞伎つくよみアマテラスシサノオと、いろいろございますが、今日はですね、古事記を題材にしたスサノオアマテラスつくよみが大和のオロチを退治しに行くというお話でございます。この2匹はですね、大和のオロチ、の首の一つアウンと申します。よろしくお願いいたします。このアウンにですね、頭を噛まれるとあ、運がつくということでですね、運気が上がると、言われております。ぜひ、お帰りの際はですね、このオロチ君に頭を噛まれて、写真を撮っていただきますようお願いいたします。はい、本日はちょい店名古屋座ご来場いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんまだ朝で僕も若干寝ぼけてくるぐらいなんですけどね、だいぶ目がボケーしてますから、ね、はい、そんなことにも負けず、名古屋座のですね、派手なシーン、かっこいいシーンというのはですね、今日ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思いまして、この企画も用意させていただきました。というわけで、大体ご説明は、全然済んでない、全然済んでない、全然済んでない、残しておきました。ありがとうございます。はい、皆さん、おひねりもらいましたよね。はい、そちらですね、はい、こちらですね、名古屋座でですね、独自で作らせてもらってるやつなんですけど、本来ですね、小銭をですね、紙に包んで投げるっていうのが、そんなね、日本の文化があったわけなんですけども、なかなか最近ではですね、見られなくもなってしまいまして、そんな面白い文化があったのならば、ここで名古屋座で再現してみようじゃないかということでご用意させていただいております。で、ですね、そのおひねりなんですけども、本来ですね、ご入場際3つお配りするのですが、なんとですね、後ろ見てみますとガチャガチャありますね。皆さん気になってる方もいるかもしれないですけど、あちらおひねりガチャといいましてですね、この名古屋座のですね、独自の、システムこれになってます、はい、一人一人役者のガチャガチャがありまして、そちら1回500円で引いてくださいますと、そのまま役者に完全還元されるというね、そういったシステムもあります。もうそのままおひねりみたいなもんです。実際包んじゃうとこの距離なんですよ、結構痛いっていうことが分かりますね。そう、他で痛いんですよ、ね、あと一番前のお客さん大体こそバカバカいくので、はい、これを避けるためにちょっと作らせていただきました。はい、またですね、そのおひねりを投げる際、我々大向こうというのをさせていただいております。はい、皆さんね、大向こうって聞いたことある方もない方もいらっしゃるかと思いますが、歌舞伎なんかでですね、よく役者が花道で出てきたりとかですね、こうやって見栄をガッて切った時とかにですね、よっとか日本一なんてね、言葉聞いたことあるかもしれませんけど、それ大向こうって、呼ばれております。で、その大向こうですね、この名古屋座でも、通常公演でやらせていただいてるんですけど、今日はですね、ちょっと皆さんにもそれを体感していただきたいなというふうに思うんですが、まだ朝のこの、はい、まあ、ラジオ体操みたいな気分でちょっと大声出しますか。ラジオ体操大声出さないけどね。まあいいじゃないですか。いいよね。そうですね。はい。ということでですね、皆さん、すみません。右手をお借りしてもらっていいですか。ライトハンドですね。ライトハンド。オンダマウスでお願いします。はい。よろしいですか。で、名古屋座と言っていただきたいです。名古屋座。聖名古屋座ですね。OK ですか。はい。ちょっとちょいちょい英語挟んですみませんね。いきますよ、皆さん。せーのでいきますからね、名古屋座ですよ。いきますよ、せーの、名古屋座。もうちょっといきますね。もうちょっといきますか。なんか口がおぼおぼおぼっていう感じ。まだ寝てる方もいらっしゃるかもしれません。思いっきりいきましょう。もう一回いきますか。じゃあもう一度右手をお借りします。口元でお願いします。いきます、せーの、名古屋座。あ、素晴らしい、素晴らしい。はい、まあね、そんなわけで今からちょい店名古屋座スタートするわけですけども、はい、かって家を切った時とかの最後のシーンダーンってなった時にですね、名古屋座なんて言ってね、おひねり投げてもらえればと思います、はい、おひねり投げ損ねる人続出でございましたので、昨日からぜひここだと思ったらもう迷わずガッて名古屋座って言いながら投げていってください。いいですか。いいです。よろしいですか。はい、アウト2人もよろしいですか。はいはいはい、はい、じゃあ大変お待たせいたしました、ちょい店名古屋座始まりです。拍手。よっ、クラ
巻いて降りたが縁の字三座の兄貴に拾われて危ねえ道こそ外れはしたが気づいた時には番頭の大きな博打に乗せられる誰が呼んだか知らねえが一の秋っての三枚目と名乗りを上げるわ名古屋アートベータベータベータさてその次は名古屋座の濡れ落とした俺のこと得意の動きを広げては大阪一の踊り手と名古屋の三座に口説かれてやってきたのが日の本の西から東のど真ん中一旗あげるにはちょうどいい名乗りをあげるわ名古屋三の助誰もやらねえくせに
まして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。こちらはですね、普段やっております名古屋歌舞伎という演目の中のちょっとした、一番派手な部分、はい、ほんの一部をですねお見せいたしました、はい、全く訳がわからないということの方がいらっしゃるかもしれませんが、はい、これはですね今日の夜からも、はい、始まっております、名古屋歌舞伎ご覧いただければ、あ、なるほどと、はい、すっきりいたしますので、ぜひですね、皆様、今日の夜も、はい、明日の夜もございます、名古屋歌舞伎アマテラス、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、そしてですね、今言っていただいたようにもしね、気に入った方が、いらっしゃいましたら、帰り道にね、下のところで当日券とかね、今後のチケットの予約とかできるようになってますので、もしね、気に入った方がいらっしゃいましたら、ぜひ、下の受付スタッフにですね、お声掛けくださいませ。はい、ありがとうございます、ということでですね、はいはい、今日の夜、19時からも、はい、やってます、通常公演名古屋歌舞伎、チケットが18時ですね、18時から、はい、チケットのご予約も受け取っておりますので、はい、ぜひですね、皆様ご購入いただけたらなと思います、はい、この後ですね、我々下にお見送りいただきまして、はい、この、黒髪、リアクトのお二方もですね、ヤマタのオロチ、さっき下にいましたね、はい、アウンも、下におりますので、ぜひですね、ついでに記念撮影なんかして、行かれるといいかなと思います、はい、本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。締め方というのがあるんですけど、はいはいはい、なもしめという、なもしめ、なもしめご存知の方、あ、ご存知の方、ありがとうございます、なのでちょこっとやってみたいんです。なので少しご説明申し上げます、名古屋締めで締めようかなもと言ったら、はい、手を叩いてください。なもなもなも3回、なもなも3回、ゆっくりゆっくり、なもなもなも、こういうのがあるんです。これをぜひね、一度こう皆さんやってみたいと思います、はいはい、これね、名古屋の代表する締め方です。最近ね、よくいろんなところで見かけるんです、はい、名も締めですね、はい、また見かけたらちょっとやってみてください、はい、いいですか、いきますよ、せーの、名古屋締めで締めようか、名も、はい、名も、名も、名も、はい、名も、名も、名も、ゆっくり、名も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 、どうもありがとうございました。いやありがとうございます、ありがとうございます。お土産にお持ち帰りください、本日はご入場いただきまして誠にありがとうございます、下の方にですね、チケットのご予約、まあ、さらに物販などもございます、お気になった方はですね、ぜひ手に取っていただきたいと思います。ありがとうございました。